こんにちは、スタイリストの大山俊です。いや、暑い日が続きますね。今日も快晴でめちゃくちゃ気温が上がるわけですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今回のテーマなんですけども、バーゲンセールの中でおすすめのものをですね、皆さんにご紹介をしたいなと思ってるんですが、今回はですね、ユニクロ、グリーンレーベルと続いた後ですね、グローバルワークをですね、取り上げながら、この中からですね、5つ、これは買っておいて損がないよというものをですね、皆さんに動画でお届けをしてみたいなというふうに思ってます。結構ですね、このセールの商品を皆さんにお伝えするというのはですね、好評でいろんな方に見ていただいているわけなんですけども、セールというのもですね、やっぱり使い方次第なんですね。基本的には、やっぱりですね、セールのたくさんの商品の中から、優れたものをですね、もうピックアップするのは意外と難しいんですね。ですので、おしゃれがある程度分かっている方じゃないとなかなかですね、それが難しかったりするわけなんですが、そこはですね、なるべく冷静な目でプロの視点でですね、これは買っておいて損がないですよというものを厳選して選んでみましたので、皆さんぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少しですね、ユニクロですとかグローバルワークよりも高い価格帯のセレクトショップのオリジナルですとか、国内のドメスティックブランドの中からおすすめの商品をですね、ご紹介するようなものはですね、僕がもう一つ別で運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょうという形でね、今回ですね、もう特に編集しないで一発撮りでやってきますので、このまま流していきたいなと思ってるんですが、まずはですね、皆さんにご紹介したいのはこちら、ドライヘビーウェイト T シャツですね。これからの季節ですね、もう本当に暑いので T シャツが着こなしのメインになるかなと思うので、本当にシンプルで使いやすい T シャツは何枚持っておいてもですね、僕は損はないかなと思うんですね。今もですね、僕は T シャツを着てるわけなんですが、いろんなバリエーションがあると日々の着こなしが楽しいかなと思うんですが、その中でもですね、このドライヘビーウェイト T シャツ、なかなかいいなと思っているんですね。で、T シャツって結構ですね、生地の厚みによって見え方が変わってくるんですね。本当に薄いものを着たくはなるかなと思うんですが、薄いものというのはですね、どうしても透け感があったりだとか、あとはですね、体のラインを拾いやすかったりするので、あまりですね、僕ら30代ですとか40代の男性には向かないんじゃないかなと思うんですね。ただでさえ T シャツというのはカジュアルなアイテムなので、そこにですね、さらにカジュアルな薄い感じの T シャツだとなかなか合わないので、ちょっとですね、厚みのあるものの方がおすすめなんですが、まさにですね、この、ドライヘビーウェイト T シャツはですね、ちょっとこうウェイトが、重めでですね、生地が厚いんですね。かといってすごく重たくて着づらいというものではないので、安心していただきたいなと思うんですが、形はすごくベーシックです。本当にオーソドックスな T シャツなんですけど、サイズ感はですね、ややトレンド感を取り入れているので少しゆったりめなんですね。ここも僕ら世代には嬉しいところで、タイトなシルエットの T シャツというのは今のトレンドでもないし、なおさらですね、こう僕らのお腹だとか体のムチムチ感をですね、増して見せてしまうので、個人的にはおすすめではないんですね。その点、このような少しゆったりめの T シャツというのは、僕ら世代にもすごく使いやすいかなと思うので、おすすめしたいところかなと思ってます。そしてこの T シャツはポケットがついてるんですね。そこがね、結構良いのかなと思っていまして、今僕が着てる T シャツは基本的には何のデザインのポイントもないんですが、胸ポケットが一つついてるだけで、一つ着こなしのアクセントとして機能してくれるので、そういった点も含めてですね、結構使いやすいんじゃないかなと思います。子供っぽくなるような切り替えとかもないのでね、結構これはいいんじゃないのかなというふうに思ってます。カラー展開ね、いろいろとあるんですけども、この中で、おすすめなのが、個人的にはね、このグレーという色ですね。なかなか品がいいんじゃないのかなと思います。ボトムスをネイビーだとかブラックにして濃いめにする。そして上半身は、これがネイビーとかブラックも T シャツいいんですけども、ちょっと暗くなりがちなので、グレーぐらいの色味で少しだけ、ブラックやネイビーよりは明るさを出してあげてもバランスがいいかなと思ってます。なかなか
なかね品のある質感がすごくいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まだサイズの在庫もあるのでぜひ皆さんにはチェックをしていただきたいなというふうに思ってます。もしくはですねホワイトですね、これもですねまだ在庫がありますね。まあシンプルな T シャツなんですけども胸ポケットがついているのでまだその点はですねシンプルになりすぎないかなと思いますし、最初からですねサイズ感が少しゆとりがあるのでもうタイトな何もない白 T だとなかなかですね退屈な感じがしてしまうんですが、このようなちょっとヘビーウェイトのですねポケット T シャツであれば白 T でもですねそこまで退屈にならないかなと思うので、ぜひですねこの2色ですねグレーとホワイトは使い勝手がいいかなと思いますし、39% オフなんですね。かなり安いですね。ちょっと期間限定かもしれないですが、今見る限りでは1925円になっていますね。そうなるとやっぱりユニクロの T シャツと比べても結構ですね近いぐらいの価格帯になってくるかなと思いますし、結構ねユニクロのものは皆さんお持ちだと思うので、そこからちょっと気分を変えるためにですねグローバルワークの T シャツも良いかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っております。はい、続いて2つ目をいってみましょうか。2点目はですねこれはエアカルシャツというものですね。画像もちょっと載せておきたいなと思うんですが、これもねなかなかいいかなと思うんですね。まあ、素材的にはですね名前にある通りかなり空気のように軽いというようなコンセプトなんですが、まあ、このね夏の時期というのは結構ね軽く羽織れるものの方が楽だと思うんですね。そこにね羽織物までこう重力感があるともう着たくなくなるなと思うんですが、まあ、これぐらい軽い風合いのものであれば、夏場でもですね重ね着しやすいかなと思っています。で、まあ、半袖のシャツなんですけども、これまた今のトレンドにちゃんとこう合わせながら少しゆったりめというところで、かつてのですね半袖シャツって本当にダサい象徴みたいなところがあったんですけども、そういう半袖シャツっていうのは基本的にちょっとこうタイトな感じで腕のムチッと感が見えたりするんですね。で結構袖周りのこのフィット感って重要で、ここがタイトだと結構肉感が強くなるんですね。もう本当に引き締まってマッチョな感じであればこのですねタイトな袖の感じも悪くはないんですが、なんか中途半端にこうぽっちゃりしているものが、こうタイト感があってムチムチ感が出てしまうと、これまたあんまり清潔に見えないので、意外とこの袖周りはちょっとゆとりがあった方が僕はバランスがいいかなと思ってるんですが、こちらの、シャツに関しても少し袖にはゆとりがあって丈もやや長めになっているので非常に今っぽいシャツなのかなというふうに思ってます。あとはですね胸ポケットが左右対称に2つついていて、これまたですね普通のオープンカラーシャツに比べるとちょっとしたデザインのアクセントになるので、個人的にはすごく好きなシャツの形かなというふうに思ってます。まあ、色に関してはブラックかもしくはブルーですね。ブルーの色味もですねなかなか清涼感あっていいんじゃないのかなと思うので、この2色がチェックしておいた方がいいかなというふうに思っています。なかなかですねこういったちょっとトレンド感のあるシャツってユニクロでは展開がないんですね。やるとしたら GU なんですけども、 GU の場合はもっとサイズ感が大胆に大きくなってしまって、僕ら大人世代には意外と着づらかったりするので、このですねグローバルワークのユニクロと GU の間ぐらいのトレンド感っていうのが意外と使いやすいと思いますし、ユニクロのアイテムとも被らないのでぜひチェックをしていただきたいなと思ってます。価格もですね、まあ、17% オフということでめちゃくちゃ安いわけではないんですが、3200円でこの品質のねアイテムが手に入るのはすごくいいかなと思うので、ぜひこちらも皆さんチェックしていただければなというふうに思ってます。はい、続いてですね3点目いきましょうか。続いてはですねこれは僕の動画の中でもちょこちょこ出てくるアイテムなんですが、ドライヘビーワッフル T シャツですね。これはね昨年買ったものをですね僕の動画の中でも結構出してるんですが、凹凸感のあるような、少しですね表情豊かな感じの T シャツになってるんですね。これも先ほどの T シャツと同じようにちょっと厚みがあるんですね。ですので体のラインを拾わないし、ちょっとこう凹凸がある分ニットのような見え方をしてくれるので、上品な雰囲気も漂いやすいのがこちらの、ワッフルT シャツかなと思います。まあ、毎年定番でやってるものなので、こういったものがですね 45% オフですね。かなりお買い得です。今見ているのはですね2090円で、本日動画撮影してるのは7月19日なんですけども、この現在でこの価格かなりお買い得かなと思います。ただねカラーによってはちょっと売り切れのものが出ているんですが、個人的に一押しはですねライトグレーですね。
この色味がいいんじゃないかなと思ってまして、まあ、ホワイトだとかオホワイトのような爽やかなものもいいですが、少しグレーが混ざることで大人っぽさみたいなところも漂いますし、普通のですね、先ほどご紹介した、グレーとかチャコールグレーみたいな濃いものよりは結構ですね、白に近いような爽やかさも出したりすることができるので、すごくバランスのいい色なのかなというふうに思ってます。こちらもフィット感としては裾周りにちょっとゆとりがあって、タイトすぎないというところですごくバランスがいいので、こちらのライトグレーの、T シャツに対してちょっとスラックスっぽいものだとか、アンクルパンツっぽいものを合わせてもらうのもバランスがいいかなと思います。また在庫はですね、 SM あったりしますし、オンラインでなくても店頭にあるということも少なくないので、ぜひ諦めずにですね、お店に行って在庫があるかどうかも確認してみると良いかなと思います、ね、これもすごくオフ率が高いので、ぜひチェックしていただきながら、夏のアイテムとして、買い足していただければなというふうに思ってます。はい、続いて4点目ですね。これはですね、ボトムスいきます。アーバンリラックスエアですかね、ちょっと噛みましたけども、あのアーバンリラックスエアというパンツですかね、はい、これがなかなかいいなと思います。これは僕持ってないんですけど、実際に試着をしてなかなか良かったなと思うんですね。というのも、シルエットはですね、少しリラックス感のあるようなゆったりしたボトムスなんですね、まあ、最近は本当にトレンドが緩いサイズ感になっていまして、大人の男性でもですね、こういった少し緩めのものっていうのは履き方も増えてきてるんですね。僕自身も好きで、普通のテーパード型のパンツというのは、もも間とかお尻周りは、適度にゆとりがありながらも膝から下グッと細くなるというのがテーパード型なんですけども、こちらのですね、アーバンリラックスに関しては、その通常のテーパードパンツよりは少しゆとりがあるんですね。ただ膝から下にかけては、まあ、柔らかくですね、テーパードも効いているので、そこまでですね、やぼったくは見えないんですね。で、腰周りにはですね、イージーパンツということでちゃんとゴムも入っているので楽なんですね。で、まあ、生地としても TR 素材を使っていて、ストレッチ性もあって、なおかつ携帯安定性が高いのでシワになりづらいということで、まあ、この夏の時期のこういった切れ目のパンツってピタッとしたものってなかなかきつくて、特にスキニーデニムなんかはもう本当に履けないですね。あの風が一切通り抜けないので、あまりフィットしすぎるものよりは少しゆとりがある方がいいかなと思ってまして、ちょっと今僕が履いてるもの、これはその同じものではないんですが、今期のビューティー&ユースで買ったものなんですけども、これと結構シルエットとしては近いですね。これと実はあの今ご紹介しているボトムス、あのグローバルワークのもの2択で迷ったんですけど、僕はビューティー&ユースを買ったんですが、なぜかというとウエストがちょっと僕にはやや S でも大きかったので、こっちを選んだわけなんですけども、通常体型の方であれば SML とありますので、こっちでも十分いいかなと思います。本当にベーシックなファッションよりも少しだけトレンド感を取り入れながらも、大人っぽさというところは最低限抑えておきたいという男性にはすごくおすすめなので、このパンツなかなかいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、色に関してはですね、ブラックではなくてネイビーですね。ネイビーでもダークネイビーでほぼブラックのように見えますし、引き締まった効果もありますし、まあ、ブラックよりは少し色味の変化が楽しめるので、まあ、春夏においてはこのネイビー選択肢としてはいいのかなと思います。これはね、オフ率としては 40% で3000円ぐらいなので、めちゃくちゃいいと思います。個人的にも欲しいんですが、ウエストさえ合えば、まあ、すごくいいかなと思うので、ぜひですね、普通の体型の皆さん、あとはちょっとこうぽっちゃり体型の方でも足のラインを拾わないのですごくいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思ってます。はい、続いてラスト5点目なんですが、これはね、見ていただくと今の季節にこの暑苦しいものというのはですね、なかなか勘弁してほしいと思うかもしれないですが、エアクッションですね。これのスウェットなんですが、これはね、僕自身も持っていまして、動画の中でも解説をしたことがあるかなと思うんですね。まあ、本当にね、クッション性があって、よく伸びてすごく着心地のいいスウェットなんですよ。僕はこれが大好きで、実はですね、2枚買ってあるんですね。ちょうどね、今から1年以上前だと思うんですが、1枚目買ってやみつきになって、それからですね、もう1枚それがだいぶヘビーローテーションしてしまったので、買い替えたという形で、全部で3枚持ってるのか、3枚持ってるんですね。それぐらい気に入ってるんですけども、僕が持ってるのはネイビーですね。あとサックスっていう色もすごく明るみがあっていいんですけども、こういったアイテムって今見ると暑苦しいんですが、季節はね、必ず過ぎていくわけで、春も着れますし秋も着れるんですね。特にこれは
僕は部屋着として使ったりだとかワンマルウェアとして使うことが多くて、まあ、楽でなおかつ上品な雰囲気なので一着買うとね結構便利なんですよ。でこれまた、まあ、季節が違うので50%オフになっているので、まあ、僕が買っておくのもありなんじゃないかなと思います。実際早いお店だともうね秋冬物が並んでいたりするんですね。この前スタイリングのお仕事でバーニーズニューヨークに行った時にはですねもうモンクレールのダウンが並んでるぐらいですね。季節ってまあちょっと早めにですねこうアイテムが並ぶことが多かったりするので、まあ着物をですね今のうちに春のセールの時に買っておくというのも一つの手段かなと思うので、まだサイズもあります。このエアクッションぜひね着心地もいいので早い段階で買っておくのもありなのかなというふうに思っております。はい、ということで今回はですねグローバルワークに特化しながらセールの中でおすすめのアイテムを皆さんに5つご紹介させていただきました。どのアイテムに関しても本当にねこれはセールというところじゃなくても買ってもいいようなアイテムなんですね。これすごく重要なポイントで、セールだから買うっていうのはそもそも間違いで、これ定価でも買うかなと考えた時にそれでもゴーしたいと思えるものがたまたま安くなっていたからセールで買うというのが、まあ、僕はいい選択かなと思うので、ぜひ皆さんもね、まあ、テンションは上がるかなと思うんですが冷静に判断して今のワードローブを見ながら必要であれば買っていただければなと思いますし、もうアイテム的に被っている場合はもう全然見送っていいかなと思うので一つの参考として頭の片隅に置いていただければなと思ってます。まあ、こんな具合でねこれからもセールのアイテムもたまにはご紹介したいなと思ってますし、僕の中でですねこれは皆さんと一緒にシェアしたいなという動画はどんどん動画にしていきたいなと思ってますので、これからもですね、動画をお楽しみいただければなと思ってます。またメンバーシップの方ではねこういったユニクロだとか GU グローバルワーク以外のですねセレクトショップのオリジナルアイテムだとか、あとはドメスティックブランドのですねセール情報なんかも皆さんにお伝えしているので、気になる方はですねチェックをしていただければなと思ってます。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信、皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。